部新企画こじはる連れてってみたシリーズ、イエーイ。私が行ったことのなさそうなところに連れてってみたいっていう、いっぱい仕事してたり、はい、あんまりいろんなところに行ったことがないからリアリ連れてくみたいな。でも私結構何でもやったことあるな。じゃあ初回こじはる一蘭に連れてってみた。一蘭ね、あの柵があったりするところですよね。あ、仕切りがあります。柵の中でご飯。私行ったことあるんですよ。大好き、むしろ全然行ったことあるんで、もう1回目から企画倒れなので、今日大助っ人、お友達がいるのでちょっとご紹介します。どうぞ。すいません、何の新鮮味もありませんが、たまたまお茶してたらうちら行ったことあるって聞かれてなくて、じゃあ私が連れて行こうって言ってね、企画が変わりました。私が連れてってもらうんじゃなくて、行ったことがないみーちゃんを一蘭に連れてってみた企画。楽しみ。でもよく見るよ、 YouTube で替え玉何個食べれるかみたいなやつとか。え、来た、本当にお腹空いてるの。行きましょう、行きましょう。もうこれできそうだよ。できし道今日ニャンニャンとさ、昼からお茶しててさ、そう、まあ、ジュースをおごってくれてさ、その時にさ、なんかレシートか領収書いりますかって聞かれてさ、ニャンニャンがさ、あ、結構ですって言っててさ、えぇ、ー、ってなった。何が何がマジかよってなった。何が何ご飯よこれね。今絶対空いてる時間よ、夕方だから。今日はね、本当に私も1年で一番時間が暇な日だった。そんなに忙しいんだと思って、逆にこんなになんか自由に、ね、どこ行くとか決めれるような日がなかったから、楽しかった。みーちゃんのお買い物に付き合ったり、せっちゃんの、せっちゃんのお誕生日プレゼント、そうそうそう、お買い物にこれでいいかなみたいな不安そうだったので、にゃんにゃんはもうなんか、うん、まあそれがいいっていうならいいんじゃないって感じだった。ファッションとかじゃなかったもんね。ファッションとかではない、二人が良ければいいんじゃないって誰でも言える。一番小島さんの無駄遣いした買い物だった。そんな困難で着きましたよ。みーちゃんと喋ってると一瞬、あらまあ、私が教えますね、みねぎさんに。ラーメンで、ラーメン、え、これ何、お金、あれお金入れんの最初に。ちょっと待って、聞くことあります。いいなわけないじゃん。教えますね、みねぎさんに。あ、お金ありがとう。ラーメンをもう一枚でしょ、ゆで卵じゃん、と追加にんにく、お酢カナンの酸味ってなんだろう、お酢大好きだから2個 OK 買いました。じゃあこれ持っていきます。はい、どうぞ、こちら書いてくださいね。麺の硬さ超硬、超硬、うん、保守的人間。ああ、全部基本で、とりあえず。とりあえず、初なんで。はい、私たちはこんな感じ。ここにおしゃれに入るの。春夏セレクション。南部セレクション。あれ頼むの忘れた。このすっきりとしたお茶。うん、それおすすめです、一蘭は。味が美味しいお茶があります。あれないとね、あれが。楽しみ、ラーメン屋のラーメン。え、あんまりない、食べない、あんまりな、うん、結婚してきたってか、てっちゃんと付き合ってからは多いけど。あ、そうだよね、だっていつも岡崎のさ、すごい人気のとこしか行ってない。よし、気合い入れていくよ。何玉、え、そういう企画だっけ。ラーメンとか食べるんだね、でもレンジャー食べるよ、全然。混ぜそばとか大好き。汁なし担々麺とか混ぜそばとか大好き。うまい。次のお客様、ラーメンをお渡しいたしました。日の丸かな、これ。そういうこと。メッセージで。みーちゃん初の、あ、かわいい、これで撮った方がいい。すごいですね、ラーメン。あ、すごいいい匂いがしますね。香りからいくん。あ、そう、これ大好き。これ、うちらのお茶。嬉しい。嬉しい、なんで、なんで食べていいの、嬉しい。いただきます。いただきます。甘
うまっ、うまっ。こんななんかみんなが好きな味なんだね。うん、え、美味しすぎる。いいの本当に食べて。うわ、美味しい。日本に生まれてよかった。よかったよ。ニャニャがこの世で一番好きな食べ物何？好きな食べ物ランキング1位。どうしよう。私は汁なし担々麺かな。うん、すごい。みーちゃんは何が好き？みーちゃんって何系なんだっけ？餃子。絶対知ってる。正解。この間さ、餃子一緒に行ってなんか何人前食べたっけ。すごい食べてるね。7人前ぐらい食べたんだっけ。もうニャンニャンといるとダイエット失敗するんだよね。そう、昔からそう。食べちゃう。意識高く生きることもできないけど、みーちゃんといると崩壊しちゃう。お互い多分そういう感じ。こっちのセリフね。お互いそういう関係性なの。あー、美味しそう。美味しそう。これにしよう。サムネもオープニングも卵に表参道歩かせよう。今絶対空いてる時間よ、夕方だから。もう卵でいいよ、全部卵チャンネル。何この卵も。うまい。美味しすぎる。ニンニク全部入れよう。マジ？入れます。美味しい。ニンニク全部入れた方がいい。そう。この間個人面どうだった？さっき私帰っちゃったけど。みんな感動してた。え？もう？すでに？もう感動させちゃった。嘘。私ちょっと動くだけで感動させられる。どう？すごいやん。みんなじゃあ号泣だね。ライブは。あ、動いてるみたいな。普段どうしてん、座ってんの？座ってる。私さ、パリのさ、パリも楽しかったんだけどさ、その人々がさ、なぜそこまでパリが好きなのかっていうのは分かんなかったの。あー、なんかいろんなとこ連れて行きたかったの。教えてほしい。みーちゃんが好きかは分かんないけどね。何が好きな人はパリなの？ファッション？流行？ファッションとかさ、建築とかのさ、なるほどね。いやね、確かにいつも壁とか見て大騒ぎする。後頭部が笑ってる。壁とか見て大騒ぎ。ひどくない？私壁とか見て大騒ぎしてる。そこもウッドなんだけど、ちょっとずつ色が変えてるので、グラデーションなの。薄いじゃん。ちょっと縁にこういう濃い色を持ってくるとギュッと締まるの。なんで締めたんだろうね。いや、締めた方がよくない？こういうなんか集中できるみたいな。あ、没入感みたいな。没入できるから、あえて色で締めて。うん、してるのね。マジで今度やってみよう。うわ、お酢おいしい。うわ、お酢、お酢本当に好きだから。本当においしい。中華っぽくなった。サンラータン味が。好きな食べ物サンラータンだ、やっぱり。でもお酢といえば今あっちゃんだから。あ、なんかテレビでよくちょっと小島さん、今それ言ってもダメです。確かに弱いんだ。でもいっぱいかけるんだよね、なんかお味噌汁とか。うん、何でもかける。じゃあもうお酢枠はダメだ。お酢キャラ封印します。壁キャラで。やっぱみーちゃんが面白いわ。でもね、本当に面白くないの。本当に小島さんの前だけなの、こんなに。ただゲラなだけかもしれない。春菜だけ私のことやから。私そんなにゲラじゃないよ。結構冷静。なんかノースリーブとラジオが多分一番面白いこと言えてた気がする。アイディア関係の中では。なるほど。だからやろう復活。求められてないな。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これから高見菜に会うよ。高見菜にニンニク臭いと思われるんで、ね、ちょっとコンビニ行こう。ガム買いに。また食いましょう。食いましょう。終わり。終わりです。終わりです。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。